休む前に美容院に行ったんですよ。だと思った。絶対思ってないですよね。シュエモンさん、かわいい、ありがとう。いい香りしてますか？いい香りです。なおちゃんさん、バイト中だけど来ちゃった。一瞬だけどかわいい。お顔見れてよかった。ありがとうございます。バイトお疲れ様です。ん、ニキメキシカンサンタさん、似合う。こんなスタンプあるんですね。知らなかった。ありがとうございます。めっちゃいつも、なんかめっちゃではないけど、オイル塗ってちゃんと乾かして頑張ってます。いつも褒めてください皆さんね。髪まだ短いからいいけどさ、めっちゃ長い時腰ぐらいまでだったから、もう30分ぐらい乾かすのにかかって、今は結構楽です。皆さんちゃんと髪の毛乾かしてますか？さすみのきさん、巻き髪下してない。ちゃんと毛先だけワンカラーです。なおさん、えらい、ありがとう、褒めてくれて。つばったさん、それで短いの？短いよ、もう私人生初めてこんなに短くしたから。しゅうえもんさん、尊い、ありがとうございます。え、せやかで駆動。原からさん、自然乾燥させてる。自然乾燥は髪傷むから良くないですよ。ちゃんと乾かしてくださいね。ひげえじさん、いいね、ありがとうございます。ひろのしんさん、こんばんは。まさやさん、また来ました、ありがとうございます。りゅうたろうロンマンさんが、前髪切ったの当たっちゃった。いいですね、ありがとうございます。こうね、変化に気づくのいいですよね。ほうへいさん、なんでそんなに可愛いの？今日可愛くないです。今日はもう本当に日焼け止めすらしてない、本当のすっぴんなんでダメですね今日は。でなんかさ、今日お腹いっぱい食べちゃったかも。なんかね、レッスン中めっちゃね、お腹パンパンだった。刀剣太郎くん、モペメ始まってるの知らんかった。撮るね。今だったらお試し無料期間なんで、多分皆さんぜひ撮ってください。撮ってない方は。優しいたーくんさん、かすみん、こんにちは。せんいちさん、友達がかすみんお話し会に行って優しかったと言ってた。よかったです。楽しんでもらえたら嬉しいです。また来てねって言っといてください。もっと楽しい。さあさあ、何を食べたの今日は？いや、そんな食べてないか。で今日はなんか甘いものとホットドッグを食べました。お腹いっぱい。こいちゃんさん、気になって今日も配信来ちゃいました。ありがとうございます。気になるっていうことは濃いですよ。それは濃いです。ね、みんなすっぴんでも可愛いよって言ってくれる。お世辞でも嬉しいよ。つばったはさ、メールは初日からかすみん撮ってます。ほんまに？ありがとうございます。かすみんメール毎日出せるように頑張ってるから、ちゃんと見てね。みんな未読しちゃダメだよ。おしょうさん、こんばんは。ランチューさん、すっぴんなの？かわいい。めっちゃすっぴん。マジで日焼け止めも塗ってないよみんな。ともおさん、かすみんが気になってます。そのまま好きになっちゃいましょう。気になりからの好きみたいな。そう、なんか恋じゃないですか結局。気になってるってことは多分恋だと思いますよ。それなんか恋の始めみたいな、多分そうだと思います。くまもんさん、あ、かすみんに恋煩い中です。いいことです。せいちゃんさん、かすみめちゃんと見てます。ありがとうございます。嬉しい。原川さん、あ、ツイッター間違えて外しちゃったので再フォローしておくわ。ねえ、そういうことしたら悲しむよ。ちゃんとフォローしといてください。みんなツイッターフォローしましたか？恋も冷めそうって今あったんだけど、泣くよ。
え、恋？泳ぐ恋じゃないよ。恋、ハートの恋。カツノンさん、声好きです。あのね、なんか可愛い声出せなくて、あのめっちゃ私低いんですけど、それでもあの好きなのありがとうございます。めっちゃなんかアイドルみたいな声出ないんですよ。メキシカンサンタさん、今度のオンラインで決めたいと思います。好きかどうか。好きになっちゃうと思うよ、オンラインでも多分。今度が山田、今度が山田さん、聖火って工藤ってやれたことある？布袋さんに言われました。あ、聖火って工藤ちゃんやって、めっちゃ可愛い。ちゃんとねリプもくださって嬉しいこと。あ、そう、皆さんたい焼きは頭から食べる派ですか？私は頭から食べますよ。お腹、大野さん、お腹珍しくない？頭、尻尾、頭、え、お腹って珍しくない？お腹から食べる人いるの？にゃんなかさん、はじめまして、はじめまして。ティムスさん、聖火って工藤と言いに来ました。エリちゃんはコナン映画でも見たのかな？どうなんですかね。まあ、聖火って工藤ったら真実はいつも一つって言うようにしてます。確かにみんなあんま気にしてない。ヒレから？ヒレからはちょっと早くない、早くないですか？ってかヒレって、あ、いいですね。カスミンと半分こするよ、コウヘイさん。いいですね、割って。あ、私カスタードが好きなんで、皆さんカスタード好きですか？どちらからも食べる。最後困りません？どちらからも食べてたら。にゃんにゃかさん、ハートありがとうございます。あ、星も来た、ありがとうございます。大野さん、あんこ、確かにあんこもいいね。たつきさん結婚してありがとう。私もカスタード好き。昆布さん、友達に聖火って工藤さん言うたら服部さんって言われた。確かに確かに。でも原作では聖火って工藤って一回も言ってないらしいですよ。初めて知りました。キャスミンさん、頭から食べる人は大雑把で熱しやすく冷めやすい性格らしいよ。ほんまですか？どうなんやろ、めっちゃ熱しそうかも。どうなんやろクロワッサンたい焼き食べたことない。食べたい、クロワッサンたい焼き。あ、見た見た、ティムスさん、来年のコナン映画はゴールデンウィークにハットリ&キッドです。見た、みんな見てない方いたらごめんなさい、予告でね出てたんだよ。トモさん、あ、消えた。マキマキマッキーさん、最近たい焼き食べてない、今度食べようかな。食べてみてください、たい焼き美味しいよ。そう、食べたことない。え？紅の豚汁さん、夏は冷やしたい焼きとか食べますか？冷やしたい焼きとかあんの？そんなの？達也さん、かすみのツイッターフォローしてありがとう。谷川さん、こんばんは。あ、そう、横鏡です。ごめんね、びっくりしちゃった。猫パンチさん、あと好きな食べ物は、いちごとお肉です。いちごが好きです。お肉は牛タンが好きです。さつきさん、ツイッターセンスをビシビシ感じる可愛いのはもちろんだけど、性格、面白いところとかをみんなに知ってめっちゃ言ってくれるやん。ありがとうございます。センスとかないですよ。
カスミン大好きさん、郷土料理はあのあれ、めっちゃ今名前出てこないんだけど、団子汁、団子汁とか、うん、団子汁とか、あといっぱいあるんだけどちょっと今は出てこない。鶏に板丼とかね。ね、みんな牛タン好き？クレイフさん、タコありがとうございます。タコちゃんめっちゃ見てる今。アズが、あ、アズ入ってきた。え、ひなのかい。めっちゃ見てるやん。今ひなのとゆなが入ってきました。みんな出演しな。ひなちゃん NG らしいです。あ、ゆなの手ですこれ。で、なんかめっちゃ反響してるんやけど。ごめんち。待って、お弁当にさあるの。ひなちゃん、ひなさん、こんばんはって来てるよ。優しい。こんばんは。こんばんはって。絶賛鼻声です。ああ、私も厚切り派かも、牛タン。可愛いです、ひなちゃん。前髪を潰さないで。あ、大分の郷土料理は安馬。それな、安馬めっちゃ久々聞いた。ひなちゃんの前髪ができた。ベジータアルファさん、かわいいって来てる。かわいいって。あ、ひなちゃんが、うん、ひなちゃん来たって書いてある。みんなすっぴん？どうなん？すっぴん化粧してない。してる？俺は、うん、マスカラでアイライン引いた。どういうこと？なんかそういうのアイラインさ、めっちゃおかしいと思ったんだよ。マスカラでアイライン引いた。え、ちょ、見て。どういうこと？え、線があればバレないかなと思って。いや、無理あるやろ。線があればなんかごまかせるかなって思って、うん、マスカラの先端でチョンってやって指です。え、器用すぎ。それな、高度な技術や。ほら、マスカラで引く、どういうことって来てるよ。当たり前やん。先端を目の端っこにくっつけて爪で線をぼかして伸ばします。皆さん、ぜひやってみてください。いや、誰も。皆さん、ぜひやってみてください。上級テクニック。忘れ物した時に自分の顔面をごまかしたいときにおすすめです。らしいです。皆さん、ぜひやってみてください。もしアイライン、あ、今日忘れちゃったなって方いたら、あのマスカラでぜひ皆さんピッてやってみてください。バレません。アイライン忘れてひなちゃん流です。しかもマスカラは落ちません、あんまり。だそうです。まつげも長くなって、はい、アイラインもごまかせる、すごく素晴らしい商品ですらしいです。皆さん、マスカラぜひ買ってみてください。お願いします。あ、未来のトレンドになるかもって。未来じゃなくて今だけ。あ、今らしいです。皆さん、トレンドに追いついてください。ひなちゃんの、よろしくお願いします。お願いします。すいません、コメント読んで。自己中です。すみません。あ、何歌いそう。やりますって書いてある。やりますって本当かな。みんなちゃんとやってよ。でも皆さん、お話し会にメイクしてきてなかったから、私がメイク講座を開いてあげましょう。あ、今度メイク講座ショールームでやってくれるみたいなんで。あ、ゆなもやる多分。ひなちゃん最先端で来てる。やっぱり、うん、男子も買った方がいいですかって書いてるんですけど。そうですね、やっぱりあの全然プチプラでも問題ないので、やっぱりまずお手に取って試してみるところからやっぱ人生は開かれるのでらしいです。皆さん、男の方もね、ぜひ。それはキャンメイクです。キャンメイクもよ。そうです、ニューな経験をした方がいいと思います。はい、ニューな経験らしいです。日々精進、日々精進だそうです。一朝一夕頑張。みんな出ていい？出ていい、うん、はい、さえちゃん来ました。なんちゃって制服なので安心してください。大丈夫です。なんちゃです。全然狭くて映んなかった。おやや。はい、ゆめみちゃんもいます。これさ、いいの？ん、え、これなんちゃなんで、なんちゃんでなんで大丈夫です。全然偽物なんです。ははバイバイ。
真っ赤なリップ頑張れば新しい自分になれますかって書いてます。そうですね、あのやっぱ殻を破るところから頑張るべきだと思うんですよ。アイラインからですかね、まずマスカラでアイラインメイクの話、あのアイラインを引くこと、あのしかもただにアイラインじゃなくてマスカラでアイラインを引くことによって新しい境地へ行けると思うんですよ。はい、今日漏れてないからマスクみんな自由ですすごい自由です皆さん。やっぱり漏れてない時はマスカラでアイラインを引くべきだそうです。漏れてない時はぜひマスカラで、あの茶色のマスカラで引きましょう。ちょっと垢抜けみたいな感じですかね。あのこれ本当にマスカラで引いたの、はい、すごいね。見せた時ごまかせます茶色だとらしいです。やっぱ垢抜けとかも、はい、黒よりは茶色の方が。ファンデーションかチークから始めるの、あダメですねマスカラアイラインがやっぱり一番最初かなって思います。そろそろ帰んないとお邪魔だようちら本当だよ全然大丈夫ですよ。ちゃんとさ50分なんでファンの皆さんにカスミに喋らせろやとか言ったら、いや大丈夫です。すごい勉強になりましたよね皆さん私もちょっと真似してみようかなとか思っちゃったり。すいませんお邪魔しました。はいすいません、また来てください。ぜひ明日はマスカラアイライン、はい、ぜひ明日はマスカラアイラインさせて。かすみさん自分で引けませんもんね確かアイラインそうなんですよ皆さん、アイライン苦手なんです、バレました。そういう時はもう引かなくていいんですよ。あマスカラポンと痛すポンとすです、で終わるんです。あちょっと皆さん帰っていきました。お邪魔しました。ありがとうございました。ひなちゃんでした。ひなちゃん先生コメントするから見てね。 OK ありがとうね。すごい嵐のように去っていきました。まだいますごめんなさい、はい大丈夫です。いたあの嵐のように去っていきました。皆さん楽しかったですよね。すごい勉強になりました。コメントしよう。コメントしてくれるらしいです皆さん。ありがとうございます。みんなねコメントしないで見てること多いからね。みんな気をつけてね。すごい星ありがとうございます。そうですね、巻き巻き巻きさん、嵐の静けさとはこのこと。そうですね、なんか急に静かになっちゃいました。せれちゃんさんかわいい、ありがとうございますせんいちさんまだいるだろうな、多分いると思います。ドアに、なこみくふふなたかさん、こんちらちらこんばんは。まるみさんこんばんは。もうすぐ終わっちゃうんですけど、チョコ先生お急が、バイバイ。いた挟まったらしいんです。大丈夫？痛い、気をつけて。ありがとう。まるみさん、はぶ、あ、何？花束ありがとうございます。鳥海浩二さん、星ありがとうございます。そうなの、もっと楽しいさん、おね、お姉さんが2000フォロワーのスクショしてたね。そうなの、お姉ちゃんが一番あの推し活してます。人生初めての推し活してます。春生さん30分経つの早いね。そうだよね、めっちゃ早い。もう30分じゃ足りませんよねやっぱり。そうクリスティアーノさん、カスミン今は高3ですか。高3です、現役 JK です、ラスト JK。 あ、シュウさん今日劇場で壁写見てきたよ。あ、 ありがとうございます。私壁写全然漏れてなくないですか。壁写あんまり可愛くなくて結構がっかりしてます。クライフさん、クマさんありがとうございます。クライフさん昨日あのなんかバタバタですみませんでした。ミサちゃん、ミサさん、お姉ちゃん優しいよね。優しいんです、頭も良くて尊敬してますよ。ヤーノさんかわいい、ありがとうございます。エレピョンのピョンタ、エリーちゃんに会ったことあります。お話も少しだけですけどさせていただきました。ピミュスさん、壁下はあえて漏れてないの選んだりするから。そうなんですか、
そんなことあるんですか。メキシカンサンドさん、壁シェアより実物の方がいいと思った、ほんまですか。ぜひ皆さん、本当に私写真写りとか本当に悪いんで、マジで会いに来てください。本当に本当に会いに来た方がいいです。カズヤさん、カスミは実際に会ったらめちゃくちゃ可愛いですよね。ですよね。皆さん本当に写真写り悪いんですよ私。ブライアンさん、こんばんは。こんばんは。ユリアピースさん、ありがとうの花、ありがとうございます。かすみですけど生で見たい、ぜひ来てください。生で会いに来て、みんな、ね、次はオンラインだけど、その次ってリアルでしたっけ。機会があれば行くよん、会いに来てね、待ってる。5分前じゃん、やばい、早く読まないとやばいです。もう早いね時間って毎回言ってるけど、30分って早くないですか皆さん。じゃあ13位の方から読ませていただきます。ネモさん、ありがとうございます。12位、ユリアピースさん、ピースありがとうございます。11位、シュウエモンさん、ありがとうございます。シュウエモンさん、ドラえもんみたい。10位、プッチーニアボカドさん、ありがとうございます。プッチーニさん。9位、セレちゃんさん、ありがとうございます。セレちゃんさん。8位、クリスティアーノ台湾、ありがとうございます。台湾、清水さん、ハンサム、ありがとうございます。ハンサム。7位、トモオさん、あとせやかテクド、ありがとうございます。せやかテクドつけてくれてる。6位、トラさん、ありがとうございます。トラさん、トラ。5位、トリッピーさん、ありがとうございます。トリッピーさん。4位、ホムラアットカスミン推しさん、ありがとうございます。ホムラさん。3位、大野高文さん、ありがとうございます。大野さん。2位、鳥海浩二さん、ありがとうございます。鳥海さんいつもいるね。1位、クライフさん。クライフさん、昨日も1位ありがとうございました。何か読んでほしいコメントあれば読みます。あと3分です。早いですね皆さん、30分は足りないですね。パチ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 。マキマキマッキーさん、レッスン終わりの配信お疲れ様。皆さんも仕事とか今日ゆっくりされた方とかもいると思いますけど、ありがとうございましたね。ランジューさん、せめて1時間欲しいね。今度1時間配信します。最近はちょっと忙しくてできなかったです、ごめんなさい。平一さん、かすみ毎日ありがとう、お疲れ様です。ありがとうございます。こちらこそお疲れ様です。明日も配信しますか。明日も配信します。あの明日の17時ぐらいに告知するかもしれません、ぜひ見てください。はるさん、かすみ寝ろ、ちゃんと寝てますよ、安心してください。皆さんもちゃんと寝て、あの寒暖差とか激しいのでちゃんと寝て、ちゃんと休み取って、ご飯食べてね、ちゃんとしてくださいね皆さん。また来ますね、メキシカンサンタさん、ありがとうございます。あれ、クナイフさんコメントしてくれた。スーさん、配信ありがとう、こちらこそ見に来てくれてありがとうございます。クライフさん、明日も来ます、待ってます。待ってるよん。ななみさん、明日も来ますね、ありがとう。しゅんせいさん、かすみのショールーム配信なるべく見るようにするね。全然ですよ、皆さん来れる時に来てください、待ってます。また明日も来るね、来てください。皆さん、おやすみなさい。明日も頑張りましょう一緒に。さあさん、バイバイ、またね、バイバイ。愛知のいちごさん、ギリギリですが、ありがとうございました。来てくれてありがとうございました。居眠りおじさん、バイバイ、バイバイ。ひずなさん、こんばんは、もう終わっちゃうんです。また明日来てね。
楽しかった、はにかさん、よかったです。私も楽しいです、いつも毎日会えて。